さあ今ねちょっとミラクルインに子連れで来てたお母さんとちょっと今お話ししてましたけど今ね、はい、さあ、次ですね。おっといきなり嫌な配置が来てきた。ミントなんかミントランハードを当たり前のように選ぶってなんかランカーっぽくてかっこいいですね。はい、ちょっとスコア見てくださいね。取り出てないですからね、あれね、取りすんですよ。でも取り出てないんですよね。いやー普通にすごいですからね。はい、さあ煽るのはこれぐらいにして、実際プレイの方ですけど、まだプアが2位です。コンボブレイクも2位です。綺麗ですね。さあミントはもう言わずと知れた片手では超上級曲でございます。もう何がきつい、とにかくその配置です。16部でも黙々と同情しが降り続けてくるので、9段でも本当にイージークリアの曲げきついと思います。ハードは本当にかなり上級者ではないと厳しいかと思います。リュウさん、ミントのクリアマークは何ですか？ハード。ハード？ハード。え、ユウユウさんがですか？まだハードなんですか？あら、私これ正規でしたよ、EX ハード。あのミラーに正規とミラー行ったり来たりして結局正規でした。正規ぜひやってみてください。案外押せます。結構あの段位が上がったりするとオプションが逆になったりするってよくありますからね、正規と。ミラーが逆になったりとあるというので、ぜひなかなかクリアできないという人は逆にしてみるといいかもしれないですね。さあもう全然余裕ですね。お、身内で今リクエストが、叙勲三使のリクエスト、アンセムランディング。お、正規でアンセムランディングフルコンスちゃうんじゃない、大丈夫かな。確かに。さあ叙勲のリクエストでちょっとアンセムランディング選んでもらいました。さあアンセムランディング、アンセムランディングはもう言わずと知れた球団ボス曲でものすごい猛威を振るっておりました。ここのね、ものすごい被害者が一人向こうにいるんですけども、はい、アンセムランディングのせいで、ね、球団取れなかった人がいたんですけどね。さあそんなアンセムランディング、これでもアナザーしかほとんど曲知らないんだよね。あのあれもそう、シェイドもこの間ハイパー聴いてみたらなんか、あ、こんなだったんだみたいな感じでした。え、本場のアンセムランティング、どこが本場なの。あ、見た方がいい。ほら、あの片手界のアンセムランティング被害者の 会長の今ビバノンがですね横に来たんで、はい、ずっと繋いでますね今ね、アンセムランティング。アンセムランディングでも1000コンボぐらいは行ったんだよね。でもラストがやっぱ難しいんで。ちなみにですね、フルコン PHP ではですね、ものすごいレベル、パーセント高いんです、これ。そう、本当になんか 70% ぐらいのフルコン率なんで。おー、繋がってますね。これ、もしかして、チャカチャカチャン。あそこですね、チャカチャカチャンって、EX だとあそこだけで死にますからね。はい。ジャガジャガジャン、ジャガジャガジャン、あれ何それ、じゃんけんぽんじゃんね。はい、まあいいや。はい、さあ繋いでますよ。繋ぐかな。ジャガジャガジャン、おお、ああ、ジャンで切ってしまった。なんてこと、これはユウユウが悪い。来てやったりですね。これこの後繋いだったらどうすんのこれ。ああ、コンボブレイクまだ2ですね。さあビバノンが真剣に見ている、なんかこう殺意のオーラが出ている。これマジで眠いがちゃんとやったら多分フルコンするよね。これ素晴らしい。プア6。プア6です。ビバノン完走。結構近くです、ね、バカじゃないですか。バカじゃないですかって、眠いを目の前にしてバカじゃないですかって言ってたんです、ね、それぐらいすごいプレーでしたね。いや本当11、普通の11とかだと超上級者にやってもらうとやっぱりかなりね見応えがありますんで。さあ、ね、私も同じテンポです、ね、メジャーランディングホテルね、他のゲーセンで他のゲーセンの名前出すの良くないと思うんですけどね。はい、一生投げられますね。怖いですねそれ。ちょっとなんか干されてしまいますからね。さあ眠いの2プレイ目です。さあもし何かリクエストがあればぜひ。さっきなんかなんだっけ、
ロックオン、ロックオンやってよ、ロックオン。ランダム EX ハードでいいんじゃない？結構当たるでしょ。こないだ死ぬだろって選んだら、そのまま全然余裕で抜けたんだよ。さあ、君のハートにロックオンやってもらいましょう。でも選んでくれるのが眠いだよね。なんだかんだ言いながら選んでくれちゃう。さあ、君のハートにロックオン。先ほども言ったようにランダムが当たればかなり簡単です。ただし正義がほんとすごいです。階段がね。お、なんですか、自慢ですか。自慢ですか。すごいですね。さあ、ですね、あ、うわやらしい。でもうまい。面白い。でも面白い。さあ、こっから、あーなんか面白い。さあ、抜けるかな。クリアおめでとう。いや、この後普通に難しいんでね、頑張ってもらいましょう。さあ、まず最初の発表は抜けました。6、え、どこだ、バス。今のところちょっと軸がなんかよく見えてなかった。さあ、ここまで来たら眠いだったらいけると思うんですけどね。ただばらけるんで本当軸がわけわかんなくなるんですよね。うわ、6軸です。なんだかんだで難しい6バス。チャンチャララン、チャンチャチャラン、チャンチャラチャラチャン、チャンチャララララララン。かっこいいですね。チャンチャンチャラチャン。トレンディーですね。トレンディーなフュージョンですね。フュージョン。フュージョンって言うと技を思い出すんですけどね。さあ、あ、繋がってますね。ねえ、さすが眠い。ハズレの譜面なんて存在しないんじゃないですかね。さあ、そんな眠いのロックオン、ラスト入りますよ。こっからも意外とむずいです。さあ、1回でもパッとハマりしたら即死です。いや、プレッシャー大事。さあ、さすが学習能力も半端じゃない。おー、うまい。さあ、ちょっと結構すごかったよね。うわー、やらしい。ダガ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 ダ、最後。おー、さすが。危なげない、危なげない。さすが眠いね。え、危ないさんが、危ないがログインしました。ログインしちゃったダメだ。ログアウト、まあいいや。噛みまくっちゃった。危ないさんがログアウトしました。嫌いなんでしょうね、多分危ないさんね、眠いさんのことね。さあ、そんな DJ 眠い、クリアマークがすごいですね。フルコンだらけ。ゼノンとかフルコンしてますからね、恐ろしいですね。さあ、何を選ぶのか。お、ゼファーですか。許せない。 EX ハードとかいける。無理。お、許せない。ランハード、これ両手の方で見てる方はあまり分かんないかもしれないですけど、許せないは片手では、おそらく11では3本指に入ります。3本いくんじゃないかな、密度的には結構ね。もうだって多分ソリッドステートスカットと変わんないような密度になってくるので、めちゃくちゃ難しいです。難しいよね、それ。ゆうゆさん、ソリッドステートスカット EX ハードしてるのに、許せないはなんかイージー落ちですか。ハードハードか、ハードか。いやでもね、実際それぐらい難しいですね。だってこれイージーで選んでって言われて選べないよね、我々も。嫌だよね、嫌な顔する。さあ、まだまだ繋いでますよ。ほら、苦しいですね。許せない。とにかく最大の難関はもうラストでございますね。ラストの密度が半端ないで、ハードゲージの場合は前半の細かいちょろちょろっていうのがかなり邪魔になるので、ゲージはもうメリメリ削られますね。さあ、しかしそんな眠い、全く危なげがない。この辺で縦連でも降ってこないかな、ね、そしたら多分死ぬと思うんですけど、皿とか振ってこない。殺したい、なんとかして殺したい。しかし 100%、 これは残りゲージも結構気になりますね。さあ、通常ですと1が軸になるんですけども、この後さあ、どこが軸だったのか見てませんでした。5軸です。繋がってます。
さすがバップ級すごい、当たり、これ当たった、すごい当たりじゃないですよ皆さん、勘違いしないでくださいね。